三浦大地は日本のダンサー、歌手、エンターテイナー。作詞、作曲、自身のライブなどの振り付け、演出も行う。沖縄県出身で身長175センチメートル、血液型は AB 型。大地式という公式ファンクラブが存在する。音楽を始めたきっかけはマイケル・ジャクソン。8歳の頃に初めて買った CD はマイケルのアルバム、ヒストリーで。 今でも大切に持っているという。幼少期にグループでデビューしその後ソロデビューしたという共通点もある。また、ブラックはホワイトのミュージックビデオでマイケルがいろんな国のダンスを踊っている様子を見て、マイケルは何をやってもオリジナルなんだと感じ、自分もマイケルのようになりたいと子供ながらに思ったという。だが、一度もマイケルの真似をしたことはなく、 別の山を登って同じ高さに行きたい、三浦大地にしかできないことをやってオリジナルになりたいと語っている。また、2009年には24歳までに日本武道館のステージに立つという目標を立てた。それはマイケルがビリー・ジーンを発表、曲中にムーンウォークを披露し大きな転換期になったのが24歳であったことに由来している。その他に歌って踊ることに関して大きく影響を受けた。 アーティストとして、アッシャーを挙げている。また、天気となった曲として、松本人志作詞の、チキンライスを挙げている。単独公演では、ダンスボーカルのパフォーマンス以外にも、ピアノでの弾き語りや、アコースティックギターでの弾き語りのほか、ドラムボーカル、花本を叩きながらの歌唱、エイブルトンプッシュを使ったパフォーマンスも披露している。テレビ番組のアニメ、 戦隊もの仮面ライダーの主題歌や動きに合わせて踊っている様子を見た母に連れられて6歳頃からダンススクールに通い歌唱も練習を始める。1996年には NHK 教育テレビユメディア号子ども塾で当時の自宅から路線バスで90分かけてダンススクールに通う様子などが取り上げられた。父親が海上自衛官であることから沖縄県内 広島県、江田島などのほか、編成期の活動休止前は、神奈川県綾瀬市に居住した。1997年に、フォルダーの一員として、芸能活動を開始し、9歳で、メインボーカル、大地として、シングル、パラシューターを発売して、ポンキッキーズにレギュラー出演した。以後、三浦大地として、ビッグハート、ミクロマンのテーマなどのソロシングルを発売する。 2000年から変成期を理由にホルダーの活動を1年間休業し、グループはホルダー後に改変された。ホルダー後には不参加。休業中はボイストレーニングを抑えてダンスを中心に練習。並行して中学校ではバレーボール部に所属めちゃくちゃしごかれていた。その後はニューヨークで練習し、帰国後にピアノやギターを特集した。 単独公演のみ記載、ありがとうございます。